甘党のお酒好きなピュアな人にはビビッとしない、覚えておきましょう。みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今日は中学入試で出題された実験を実際にやってみたいと思います。それではレッツサイエンス。では早速過去問をチェックしてみましょう。今回は海城中学高等学校2021年中学一般入試1大問2-1に挑戦します。炭酸水素ナトリウム、水酸化カルシウム、塩化ナトリウム、砂糖の4つの物質の性質や特徴について調べてみました。出てくるのは4つです。炭酸水素ナトリウム、水酸化カルシウム、塩化ナトリウム、砂糖です。こうやって聞くとちょっと何のことだろうなって思うかもしれませんが、実は身近なものなんです。まず炭酸水素ナトリウムは重曹です。水酸化カルシウムは小石灰、これを水に溶かしたものが石灰水で、二酸化炭素を入れると白く濁るような実験でも使ったことがあるかと思います。そして塩化ナトリウムは塩です。砂糖はそのまま砂糖です。全部意外と身近なものですよね。ということでこの4つの物質の特性について実験してみましょう。4つの物質がそれぞれ入った容器があります。実験で容器のラベルが濡れて剥がれてしまい、どの容器にどの物質が入っているのかわからなくなってしまいました。それらの物質を特定するために次の A から D の実験を行いました。カッコ1からカッコ3に答えなさい。まずは実験 A。 A、 試験管4本にそれぞれの個体を 2g ずつ入れて、少量の薄い塩酸を加えた時に気体の発生があるかないかを調べた。はい、ここで入試問題とは関係ありませんが、塩酸にまつわる復習問題です。塩酸は何が溶けた水溶液でしょうか。1番、二酸化炭素、2番、塩化水素。さあどっち。はい、正解はじゃん、塩化水素という気体が溶けています。ちなみに1の二酸化炭素が溶けている水溶液は炭酸水ですね。炭酸水も塩酸もどちらも酸性です。復習完了。では薄い塩酸を加えます。ということで気体が発生するのは炭酸水素ナトリウムのみでした。炭酸水素ナトリウムに薄い塩酸を加えると二酸化炭素とお水、そして塩化ナトリウム、つまり塩ができます。4つの物質を赤、黄色、緑、青の器に出しました。どれがどの物質か分かりません。同じ実験をしてみます。試験管に物質を 2g ずつ入れて少量の薄い塩酸を加えます。あ、青から気体が出ています。この実験から青の入れ物に入っている物質が炭酸水素ナトリウムであることが分かりました。実験 B。 B、 水の入った4つのビーカーにそれぞれの個体を入れてよくかき混ぜ、フェノールフタレインを加えた。合わせて問題をチェック。 B の実験で薄い赤色になるものを探してくださいということです。
4つの物質を水に溶かした水溶液を試験管に用意しました。そしてこちらはフェノールフタレイン溶液です。このフェノールフタレイン溶液はよく登場する指示薬です。酸性中性では無色ですが、アルカリ性に反応して赤い色になります。ということで、炭酸水素ナトリウムは薄い赤色に、水酸化カルシウムは濃い赤色になりました。先ほどの4色の器に入った4つの物質が溶けた水溶液を4つの試験管に入れます。そこにフェノールフタレイン溶液を加えます。おお、青い器が薄い赤色に、緑の器が濃い赤色になりました。青が炭酸水素ナトリウム、緑が水酸化カルシウムです。実験 C、 水の入った4つのビーカーにそれぞれの個体を入れてよくかき混ぜ、図の実験装置で電流が流れるかどうかを調べた。この図を再現してみました。電源装置と電流計が直列になるようにつながっています。そして電極はこちらです。電極をそれぞれの水溶液に入れて、電流計の針が触れれば電気を通す、つまり通電するということになります。さあ行くぞ。水溶液を電気を通すか通さないか分ける問題はよく出てくるので、通電する水溶液は覚えておきたいところですよね。そして覚え方は簡単。通電しない水溶液は3つしかないので、それを覚えて、それ以外は電気を通すと覚えておきましょう。通電しない水溶液はこちら。まず1つ目は砂糖水です。砂糖は諸糖とかでんぷんとか麦芽糖とかぶどう糖とかいう名前で出てくることもありますが、甘い水は電気を通さないと覚えちゃいましょう。2つ目はアルコール水溶液。どちらもエタノールとかメタノールとか出てきますが、酔っ払う水は通さないぞって覚えちゃいましょう。そして3つ目は純水です。つまり何も溶けていない水です。ピュアすぎる水も電気を通さないと覚えましょう。まとめると、甘党のお酒好きなピュアな人にはビビッとしない、覚えておきましょう。同じように実験をしましょう。赤だけ電気が流れません。ということは、電気が流れない赤は砂糖であることが分かりました。ここまでの実験で、青は炭酸水素ナトリウム、緑は水酸化カルシウム、赤が砂糖ということが分かったので、残った黄色は塩化ナトリウムです。実験 D、100g の水の入った4つのビーカーに固体をそれぞれ 5g ずつ入れてよくかき混ぜた。さらに問題もチェック。括弧1の丸2、
D の実験でほとんど溶けずに濁るものはどれでしょう。ではやってみましょう。ではまずは炭酸水素ナトリウムを水に溶かしてみます。ということで、炭酸水素ナトリウムは水に、このようにほとんど溶けたんですけれども、ちょっと溶けるのに時間がかかったのと、あと少しだけ溶け残っていますね。次は水酸化カルシウムです。では同じようにやってみましょう。どうなんだこれは、溶けてんのか水酸化カルシウムはこういっぱい混ぜても水にはほとんど溶けずに、こういうふうに白く濁っていますね。混ぜるのをやめたら下の方に沈殿してしまいました。溶けない。続いては塩化ナトリウムです。いきます。これは実験をしたことがある人も多いかもしれませんね。おー早いねはい、コンプリート。ということで塩化ナトリウムは水に溶けました。食塩水とかね、作ったことある人もいるかもしれませんが、このように素早く溶けましたね糖分が欲しいよ糖分が欲しいよガバッそれでは最後は砂糖です。砂糖もお水に溶けました。ということで水酸化カルシウムが水にほとんど溶けずに白く濁りました。水酸化カルシウムを水に溶かしたのが石灰水と覚えていた人はあれ?と思ったかもしれません。実は水酸化カルシウムは25度の水 100ml に約 0.16g しか溶けないんです。しばらく置いておくと下の方に水酸化カルシウムが沈殿します。そして上の方に水酸化カルシウムが水に溶けた石灰水ができました。ちなみにこの問題では水の温度の指定はありません。今回は室温の水温で実験をしましたが、重曹は60度以上の水ではよく溶けます。同じように実験をしてみます。 100g の水の入った器にそれぞれの物質を 5g 入れてかき混ぜます。緑だけ白く濁りました。緑が水酸化カルシウムです。それでは4つの実験を行ったので問題を確認していきましょう。括弧に A、B、C、D の順番で実験を行うと、4つの物質はどの段階の実験で全て特定ができますか。 A から D の記号で答えなさい。実験を思い出してください。実験 B で炭酸水素ナトリウムと水酸化カルシウムが特定できました。そして実験 C で砂糖が特定できました。ということは実験 C で全て特定できたということになります。次の問題括弧3、 A から D の実験を全部行わなくても4つの物質は特定できます。実験回数の一番少なくて済む実験の組み合わせを例に従って答えなさい。例 E と G と H。 まず括弧2の問題から D の実験は必要なかったことがわかりますので D はなしです。そして実験 A ですが、この実験では一つの物質から気体が発生し、これが炭酸水素ナトリウムであることが分かりました。また実験 B では炭酸水素ナトリウムと水酸化カルシウムを識別できました。実験 A と実験 B を比べると、実験 B の方が共通している炭酸水素ナトリウムに加えて水酸化カルシウムまで識別できるので、実験 B をやっておけば実験 A はやらなくてもいいということになります。あとは残った食塩水と砂糖水を識別すればいいので、
実験 C で通電しない砂糖を見つければいいのです。ということで答えは B と C。 今回は海上中学高等学校の入試問題で出題された実験を再現してみました。実際にやってみるととても分かりやすくなったのではないかと思います。また入試問題の実験を再現してほしいという方はコメントやグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。